美行、欧米各国における各種の芸術運動の近代的傾向は無意味な、もしくは断片的な色彩音響または突飛な継承物体の組み合わせ等によって従来の写実的もしくは常識的の表現法以上の痛切深刻な気分を表現しようとすることによって前置夢の表現法と接近しつつある。夢の正体が細胞の発育分裂増殖に伴う細胞自身の意識内容の脳髄に対する反映であることは以上説明する通りであるが、次に夢の内容において感ずる時間と実際の時間とが一致しない理由を明らかにする。すなわち一般の人々が時計とか太陽とかによって示される時間を真実の時間と信じているために、いかに大きな錯覚を起こして厳正な科学的の判断に錯覚をきたし驚愕し面食らいつつあるかを説明すれば、この疑問は立ちどころに評価するはずである。